追い向きたい吉岡がいる。さあ静かな立ち上がり、牽制合戦になるのか。ソニックを盾に、このソニックをどのようにくぐり抜けるのか。さあ恋向き、まずはセービングを使って、コンボが痛い、コンボがない。そして謎のフレーム消費、詐欺飛びになってるんでしょうか。牽制を今ライダーで取ろうとしてましたね。さあ吉尾ガイルは少し固められる時間が長くなってきた。この距離は息吹の距離。さあゲージを使って入れ替えて、ブラ潰しから、ブラ潰しから惜しい、しかしサーマーで削り切る。またゆっくりと交代するガイル、そしてゆっくりと前進するイブキ。静かな立ち上がり、中段近づいて、おっとここは名刺がつながらず、体を入れ替えて、大事な状況、対空でライダーだったのか。セーブで近づいたが、ここはスラで近づいて上から、ここはしっかりガード。さあこイブキ攻めきれるか、落ち着いている。しかし見逃さない。さあお互いゲージは温存気味に立ち回っている。さあここ最終ラウンドで吐き出してきた。さあここで来た、分からず一気に速い展開から投げまで決まって、ピオレ恐るべし。しっかり今度はコンボつないで、今のめぐりか。さあ吉尾がいる、受けた、受けた、ビハインドが大きすぎる。なんとか、なんとかできるか。怖い、あそこだけ打ってない。危ないぞ。さあ削り、ゲージが溜まった時には積んでいた。